面接のテクニックは常識的なものしかありません。面接官も人間なので評価の基準もそれぞれ違います。ただし誰にでも好かれる人というのはいます。その証拠に一人の人が多くの企業から内定をもらうこともよくある話です。一番の面接テクニックはズバリ面接に慣れることです。できれば友人と一緒に面接の模擬練習をすると良いでしょう。あるいは実際の面接を何度も経験することも一つのテクニックです。本当に行きたい会社を受ける前にあまり興味がなくても他の会社を何社か受けるのも一つの手段です。仮に内定をもらえそうになったら辞退をすれば良いのです。うちの会社は仕事量もね多いし残業もよくあるんだけど大丈夫ですか？大丈夫だと思います。サラリーは